にちは、G です。今回はラズパイ OS のお話。いつものぼやきですが、ラズパイ OS って見た目がちょっとね、Ubuntu やマンジャロに惹かれるのはいけてないからです。でも純正 OS のメリットもあるわけで、何かうまい方法はないかと考えてみました。そこで思ったのは、純正ラズパイ OS にMateデスクトップを載せればロックンロールじゃないですか。ラズパイ OS なのにこんな感じのデスクトップになります。早速やってみましょう。標準搭載されてるタスクセルというパッケージマネージャーを使用します。ベースになるラズパイ OS なんですが、せっかくなんで64ビット版を使います。64ビット版はベータ公開から1年になるんですが、ステータスはまだベータのままです。画面のサイトからダウンロードします。最新版は2021年5月版ですね。エッチャーで SD に焼いて初期設定を行ってください。画面は初期設定が終わっただけのイケてないデスクトップです。ターミナルを起動して、sudo taskcell とタイプ。画面のようにリストが表示されるので、待てまで矢印キーで移動して、スペースバーを押して選択します。続いて、エンターキーでインストールが始まります。インストール時間はおよそ10分くらい。終わったら sudo リブートで再起動。Office やいくつかのソフトがインストールされただけで何も変わってないように見えます。仕上げです。ターミナルで画面のようにタイプします。セッションマネージャーの選択肢がリストされます。Mateは2番目にありますので、2とタイプして、sudo リブートで再起動。どうです?いけてるでしょ?ざっとメニューを見てみましょう。でもこのままだと日本語も使えない状態なので、いくつかまとめてインストールします。日本語入力はターミナルで画面のようにタイプ。オーバークロックは画面のようにタイプして、文末に画面の5行を追記します。終わったらコントロール O で保存、コントロール X で終了。画面のように NeoFetch もインストール。インストールしたものを有効化するために一度再起動します。sudo リブートとタイプ。日本語の設定は右上のキーボードアイコンを右クリックで行います。メニューの設定はファイテクス設定でキーバインドを指定できます。文字ルールや辞書の設定は Mozc 設定です。見た目などの設定はコントロールセンターで行うんですが、各自でお好きにどうぞ。ドックがないのは寂しいので、Ubuntu Mateに搭載されている Plank をインストールします。ターミナルでsudo apt install plank とタイプ。プランクはアクセサリーの中にありますから起動。ほら、かっこいいですね。設定を変えるのはちょっとトリッキーですが、コントロールキーを押しながらアイコンを右クリック。このままだと起動ごとにプランクを立ち上げないといけないので、コントロールセンターの下端にある自動起動するアプリを開いて、プランクアイコンをドラッグしておきます。Add Remove ソフトウェアは使い勝手良くないんで、Snap Store をインストールします。画面の2行を1行ずつタイプして Enter。でもこのままだとちゃんと起動できませんので、ターミナルで画面のようにダミーインストールをします。これでルートからの接続が確定するので、スナップストアがちゃんと起動できるようになります。一度リスタートします。スナップストアはシステムツールの中に置かれています。でもいらないものをインストールしたわけですから、スナップストアでの最初の仕事は、インストール済みタブからハローワールドを削除することです。スナップストアは重たくて遅いし、アプリも多くないんですが、ラズパイ OS 下で使えるのがミソですね。オフィスも動作を確認。日本語じゃないですね。いつもめんどくせえなんですが直しましょう。画面のようにタイプ。Chromium と Firefox が入っています。Firefox は設定で言語指定すれば日本語になるんですが、Chromium はラズパイバージョンで英語版なんです。ターミナルやシナプティックマネージャーで入れ替えしても同じバージョンで日本語にならない。そこで Chromium は Snap Store からインストールし直します。先にターミナルで画面のようにタイプしてChromium を削除します。スナップストアでは Chromium を検索してインストールします。ちゃんと日本語版がインストールされます。でも検索エンジンはダクダク号なんで、設定で Google に直してください。ブラウザーを問わず拡張機能の H.264iFi と MicroBlock Origin は必須ですので、必ずインストールしてください。まずは動画チェックしてみましょう。例によって音が出ない。サウンド設定を開いて、ハードウェアタブでアナログ出力をオフにします。音が出た途端にスクリーンリーダーがうるさく喋るので黙らせましょう。コントロールセンターの自動起動するアプリを開いて、オルカスクリーンリーダーのチェックを外します。ブラウザーのコンフィグ設定については様々な情報がありますが、バージョンによって必要項目が違ったりします。今回の環境でのベストな設定を実験で求めました。フル HD、フル画面で最もコマ落ちが少ない設定と思います。About コンフィグを開きます。VAAPI と GFX をそれぞれ検索して画面の2項目を True にしてブラウザーを再起動します。Chrome Flags を開きます。Ignore GPU と Enable Accelerate をそれぞれ検索して画面の2項目を Enabled にしてブラウザーを再起動。3日ほど連続して試したんですが、再生については現状バージョンでは Firefox の方がコマ落ちが少なく快適です。Chromium はコマ落ちが幾分改善される程度です。Wi-Fi が利用できません。いろいろと試したんですが、Ubuntu のターミナルコマンドが使えなくて対処方法がない。まあ中身はラズパイ OS なんでしょうがないですね。またネットワークアイコンからの VPN 接続で何も選べない。私は OpenVPN だけあればいいんで画面の2行をタイプして OpenVPN プラグインをインストール。ネットワークマネージャーのインストールがうまくいってないみたいでアップデートを待つしかない。まああんまり使わないけど。ラズパイ4の場合で EEPROM の更新を行っているならアクセサリー内の SD カードコピアで SSD に焼けばそのまま SSD 起動できます。ただし USB2 ポートで使用してください。 USB3 ポートではブートできません。 SSD をクワークスすれば USB3 で起動できますが、5月版のラズパイ OS ではマウスが動作しないなど他の問題が出てきます。これも不具合の一つです。デバイスを問わず USB3 ポートは使うな危険といった状況です。当面は USB2 で利用し、ラズパイ OS のアップデートを待てば解決するかもしないかも。以上でロックなラズパイ OS が使える状態になったんじゃないでしょうか。同じ要領で Mate デスクトップではなく KDE Plasma も試してみました。デスクトップやメニューはこんな感じ。 KDE の方が Mate より少し重いようで個人的には Mate でいいかもと思っています。KDE 用のコンソールターミナルはバグってるようで、ラズパイ OS 付属の LX ターミナルの利用がおすすめです。いかがだったでしょうか？Mateトゥイークがないなど、GUI のカスタマイズの自由度はあまり高くありません。また、基本はラズパイなので、リポジトリ追加が手動でしかできないなど、利用できるソフトの制限は従来通りです。今回のラズパイマテとでもいう OS は限りなくマテに近いルック&フィールでラズパイ OS を利用できます。ぜひお試しください。ご覧いただきありがとうございました。高齢者のワクチン接種が始まり、スマホで予約できるんですが、スマホがない、使えない人向けの窓口があるそうです。市役所職員がスマホで予約代行するそうで、でもそれじゃ数こなせないからトラブル製造所になるかも。国はよくやってると思うんですが、スピードが必要なので、現場の自治体のやる気が重要ですね。うちの市長は赤組なので、期待してないですけど、近所のおばあちゃんが言ってました。早くワクチン打たないと死んでしまう、寿命が足りないって。ワクチンもパクチーも嫌いなバカチンの G でした。ではまた次回。